今は FF 状態で、FF 状態で DSC も当然入ってる、まあ、一般的な状態ですね。あ、そして、はい、じゃあ DSC オフで入ります。これ危ない危ないとか言ってた。うん、いやいや、これあ、こういうコースね。あー、もうね、ジュークの悪いのはね、フロントヘビーなんすよ。だからね、怖いな。今は DSC オフなんで、ね、ホワイトアウトしましたね。じゃあ DSC オンにして、これだとちょっと安心感あるかな。あの、結構ねパワーがあるんでね、この車ね。うん、ね、はは、パワーがあるんで、こうふわーっとこうアクセルがねこれはどっちなの？こっち？あ、こっちね。あ、ショートコースなんですね。はいはい。じゃあ続いて、4駆の直結でいきます。はい、直結の、直結。うわ、早いな、直結はね。しかし、真っ白で見えなくなるっていう。全然アクセル踏んでも反応しなくなった。うん、うん、やっぱ DSC がオンだとあれだな。じゃあ DSC オフにしてみると、このあの昔19のね GTR エンジンつけたやつ乗ったことありますけど、まああれも、うん、なんかモンスターみたいな感じでねやってましたけど、それにちょっと近い感じがしますね。もともとはそういうものですね。じゃあ続いてトルクベクタリング付きの、四駆のやつで DSC はオフですね。うわ、見えねえ。いやいやいや、これ見えねえですね。よし、OK、いきます。あのね、暴れ馬です完全に。でも DSC なしでもコントロール性が高いな。うお、うん、なんかやるとこれ雪突っ込むな。あらあら、さすが、さすが四駆。今完全にねスタックするかと思った。いやー、危ない危ない。死んではいない。畜生。